香港のアイランドシャングリラシャングリラホテルズリゾーツは香港に本拠地を置くケリーグループが経営するホテルチェーン。マレーシア出身の中国系企業家ロバート・クオックが1971年にシンガポールに最初のホテルを開いた。これを皮切りに現在はアジアや中東の主要都市と大陸中国の観光地やフィジーなどのリゾート地を中心に ホテルとリゾートを展開している。2003年にはアジア以外への初めての進出先としてオーストラリアのシドニーにシャングリラホテルシドニーをオープンさせた。2007年カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーのダウンタウンに北米初となるシャングリラホテル及びレジデンスを建設した。2009年3月日本に進出しシャングリラホテル東京を東京 丸の内トラストタワー本館27の37階に開業した。2011年より新ブランドケリーホテルを北京、上海にて展開。2014年8月25日新ブランドホテルジェンの導入を発表。シャングリラホテル東京シャングリラバンコク、ゴールデンサークルと呼ばれる独自の会員制度を持っている。追加料金でのアップグレード、朝食無料、 選択式のウェルカムアメニティなど特典が多い会員制度であるがパックツアーの利用者の入会を受け付けておらず日本語の予約センターを持たないことも相まって英語が話せない日本人の入会は困難な状態だった2005年になって日本語によるウェブ予約が整備されて直接予約が可能になり入会しやすくなった当該ホテルチェーンでは一切割引のないレートのことを 示し、俗に、タリフレートと呼ばれている。この料金で宿泊すると、朝食無料、夕食仮無人での空港までの送迎無料、クリーニング完全無料、モーターを使わない、マリンスポーツインターネット、国際電話無料等々の無料特典がつくため、あえて、この値段で泊まるお客も多い。このホテルチェーンの名物でもある。ただし、ホテルによって、 無料特典の種類が大きく異なるため予約時はサービスの内容を確認した方が良い。ありがとうございます。